今日うちの夫が作るのは牛乳パックで作るいちごのレアチーズケーキ。レアチーズ部分はミキサーで混ぜるだけ。簡単だけど滑らか、そしてクリーミーで、上に乗せたゼリーと一緒に食べるとこれぞ神コンビ。レアチーズケーキのお供は辛口の白ワインに見立てた大人のジンジャーエール。さっぱりとした口当たりでレアチーズケーキとも最高の相性。これは食べる手が止まらない。それではおやつラボのおうちカフェオープンです。
ただきます。おいしい。喉にくるね、これ。喉越しすっきり。ん？そう、ゼリーだけやん。おーおー、フォークの上で。うん、それが正解。レアチーズ系がめちゃくちゃクリーミー。口どけがめちゃくちゃいい。滑らかだね。すごい。いちごもおいしいね。うん。ちっちゃいね、このいちご。食べるにはね、小さいけど、ケーキ作りにはぴったりなサイズだよね。確かに、すごい綺麗。小粒なイチゴの使い道、うん、こういうイチゴが出てるってことは、イチゴも終わりかけで、そろそろジャムにしたらどうかなっていうサイズだと思う。ジャムね、絶対美味しいと思うけど、もうパンも進みそうじゃん。トーストしたパンにジャムなの。え、じゃないの。トーストしないパンにジャム。あ、そっち？ね、焼いた方が美味しいと思うけどな。そのパンの状態によらない？何でも焼く。あ、そもそもそんなに食パン一人でいたら買わないけど。そうなの。一人だったら割高かもしれないけど、うん、菓子パンとかさ。ああ。もう最近はね、食パンよく食べるけどね、焼いてくれるから。パンの研究をしてて、ホームベーカリーに適当に材料入れてってやると、うん、本当だったらこういうでっかいの焼けるはずなのに、ボールみたいなのができちゃう。何やね。ほんと捨てようと思った。ホームベーカリー、その丸いパンじゃなくて。そっち。ホームベーカリーにもう捨てていいですかって聞いたら、めちゃくちゃでかいパンが焼けて。なんだったのあれ。捨てようと思ってたのに。まだ使えそう。なんか本気出し始めたんじゃない？やっと。この間めちゃくちゃ膨らんだパンは、うん、そのままホームベーカリーで焼いたってこと？うん。2回こねたけど、だから若干、めんどくさい。ダメ？ダメじゃん。ダメ。捨てないとね。って言ったらあれ、本気出し始めるの、うんうん。そうかもしれない。ダメな子育て法みたいな感じで脅しながら生活させる。食パンでさ、うん、どういう食べ方がいいかなって教えてもらってさ、トーストして海苔の佃煮とバターを塗って、その上にしらすをかけて食べる。それやったら美味しかったね、あれ。食べた瞬間に旨味が。しかも普段甘いはずなのに、うん、しょっぱい。めちゃくちゃ好きな味。普段海苔の佃煮使わないからさ、久しぶりにご飯ですよ、買った。むしろあれトースト用みたいな。コストコでこのくらいのミキサーが売ってんの。バイタミックス。スタバのフラペチーノ作ってる機械じゃないの。あ、そうかも。あれならパンもこねられんだって。刃の部分で30回くらいピッ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 やると、その刃でブーンって曲がって、野菜とかバーって入れて、コンソメスープのチューブを入れて、うん、スープが完成するの。温度が測った人がいて、うん、スープの温度が65度くらいまで上がってんだって。なんで？攪拌してるだけで。あ、そうそうそう。すごくない？それ。で、しかも、うん、めちゃくちゃ滑らかなんだって。欲しいってこと？めちゃくちゃ美味しいらしい。しかも、たまにアーモンドミルク飲みたいなと思ったら、アーモンドと水入れて、ってやれば。え、で、おいくらですか？なんと、約6万円。高っ。あの球体のさ、製造機にさ、うん、もうちょっと生きててもらって、バイタミックス。うん、ならありかな。肉の塊とかを入れると、それでもひき肉できん。コストコで割引券がついてて、今5万5千円くらいだったと。おお、安くなった。フレッシュな果物とかを適当に入れて、うん、そうすれば酵素とかも取れるらしいし、気にしてたかな。フレッシュなビタミンも取れるし、普通のミキサーだと、まあ、なんか繊維っぽいなみたいなのあるらしいんだけど、本当に滑らからしい。バイタミックスで働いてるの。朝ごはんそれでしょ。痩せそう。でしょ。買いますか。一般家庭の多分さ、10倍ぐらいケーキを消費してるから、健康に気を使わなければいけないから。買いますか。買いましょう。ごちそうさまでした。今日のはどうだった？今日のはね、5万5千点って感じ。お買い上げありがとうございます。